おはようございます。今日はこちらにやってきましたよ。とある小学校ですね。なんて読みやったっけな。おお、結構もう人が来てますね。そしてなんだか音も聞こえてますね。正月早々盛り上がってそうなので行ってみたいと思います。どうもこんにちは、りょうです。今日は福岡県田川市にある曲り金小学校にやってきました。この曲り金小学校、廃校になってまして、この廃校の体育館の中に2022年スケートパークがオープンしました。そのオープン当初の模様はこちらの動画にて公開してるんですが、今日はこちらのスケートパークで2023年おそらく日本のどこよりも早いスケートボードのコンテストが開催されるということで、今日はこちらにお邪魔してみんなとセッションしていきたいなと思いますんで、ぜひ最後まで見ていってください。あとは僕の動画楽しかったよという方はチャンネル登録高評価してもらえると僕のテンションも、それじゃあ早速大会の練習が始まってるようなので行ってみたいと思います。早くチャンネル登録してよ、この呪い歌が終わる前に。おはようございます。おはようございます。すごい人めっちゃ来てる。あ、主催者やん。どうもどうもどうも、明けおめです。今日大会の名前なんていうんですか。今日はよろしくお願いします。今日目指すは何位。1位目指す。頑張って。チャンネル登録してくれてます、ありがとう。今日大会出る。初めて大会に出る。お、じゃあ頑張ってください。イエイ。参加賞が豪華すぎ。これもらえる大会って他にあります？これすごくない？これやばいっすね。これ全部無料。もらえるっていう。いや、すごいやろ。めっちゃ欲しい。めちゃめちゃ盛り上がってますね。今日はここでスケボーやっていきたいと思います。頑張ります。さあ、頑張ります。
皆さん、こちらのビーズナッツもう使ってますでしょうか。以前ですね、この動画で革新的なビスナットとしてこのビーズナッツを紹介したんですけど、僕はそこからずっと愛用してます。で、スケートボードって、そもそも様々なスタイルがあって、その人の練習環境によって、そしてビスナットのブランドや形状に関わらずですね、緩んでくる瞬間っていうのがあると思うんですよね。で、今回は激しいスケートスタイルや様々な練習環境にも適応するようにということで、このディーズナッツから P2 という新しいプロダクトが誕生したということなので、今日はこのディーズナッツの P2 皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。中身はですね、バージョン1の時と同じですね。前後のトラックにつけるナットとビスがついていて、あとは六角レンチ、ステッカー、予備のビスですね。初めて見る方もいるかもしれないんですが、ディーズナッツはこのナットがニコイチになっている革新的なビスナットブランドになってます。初代のものと今回の新しい P2 見比べてみたいと思います。で、この状態だと違いは分かりません。で、これをひっくり返すと違いが見えてきます。まず初代のものはネジ山がくっきり見えています。 P2 の方はネジ山のところにナイロンが仕込まれてます。このナイロンが激しいスケートボードの環境にも対応する緩み防止対策になっているということで、このナイロンが P2 の大きな特徴になってます。実はですね、パッケージも若干違うみたいですね。僕はですね、この P2 12月の4日スタンスカップの日に付け替えました。そこから約1ヶ月ほど使って問題なく使えてます。で、このディーズナッツ、そもそも何がいいかっていうと、やっぱりニコイチになってるナットのおかげでトラックの付け替えがめちゃくちゃスムーズです。そしてデッキに与えるストレスも軽減されるということなんで、今回このディーズナッツの P2 が出たことによって、より多くのスケートスタイルやその練習環境にも適用したビスナットになってるということなので、僕はですね、ディーズナッツ初代の時から使っていて、今回この P2 が誕生したことでこれに付け替えたので、引き続きディーズナッツ愛用していこうと思います。で、このディーズナッツ気になる方はお近くのスケートショップに行っていただければ、もうすでに並んでると思いますので、ぜひ手に取ってチェックしてみてください。
誰が最初に決めるのか。フィルマーするんで許してください。やばい。早くちゃ